キチャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ、ということで、はい、もう後半戦に入りましたけども、はい、今日はですね、中日とソフトバンクです、はい。まあ、まずね、まあ、両チームとも監督が変わったっていうね、ああそうだ、あ、辰浪さんと藤本さんにね、はい、うん、そういったところで、まあ、監督が変われば一番変わるのが、強くなる弱くなるじゃなくて、使われる選手が変わるっていうところです。そうですね、うん、だから崖っぷちの方もいればチャンスの方もね、もちろんもちろん、うん、そういったところではね、どういったキャンプオープン戦をね、繰り広げてチャンスを掴んでいくかっていうところで、はい、うん、まあ、崖っぷち勝負の年になる選手は中日から、はい、こちらです。ピッチャー、うん、鈴木博田島です。おー、2人、この2人です、うん、だから、まあ、昨年のね、成績から言うと、はい、田島は、まあ、22試合登板、防御率 2.45、はい、で鈴木博田、が18試合登板、防御率 5.31 っていうところでね、はい、うん、なんでこの2人かっていうと、はい、まあ、又吉がね、うん、FA でソフトバンクに行って、うん、そこ抜けますと、はい、で後ろが祖父江福、うん、でライデル・マルティネス、はい、でホークスから来る岩崎、はい、そうだってなったところで、はい、若干サイドスロー気味の変則はいないですよね。うん、そうですね。そこに入っていくのが鈴木か田島、はい、うーん、どっちが勝つんだい。あ、そこの競争ってことですか。そう、うん、でここでしっかりね、うん、抜けた穴をチーム内で埋め切って残っていけば、はい、やっぱこの FA っていうのは、うん、チームに残っている選手からしたら、うん、チャンスでしかないから、はい、いい選手が出ていくんですもんね。そうそうそう、で、うん、そこに入っていくためには、うん、でしかも監督1年目、うん、立浪さん、そこでしっかりアピールして、はい、信頼気づけば、うん、で結果残せも長く使ってくれるじゃん。そうですね、そういった意味では、うん、チャンス、うわ、でもあれピンチ、確かに、うわ、めちゃくちゃ勝負ですね、うん、だからそこをね、うん、しっかりやっぱり牙城が大きければ頑張ってもなかなか入っていく隙間薄いけども、うん、はい、そこがパンと開いた時に、うん、こう入っていけるかどうかが勝負だから、うん、そうですね、そういった意味では、うん、この田島、はい、鈴木博士が、うん、入ってこれるかどうか、うん、このオリックス防御率ナンバーワンの投手陣、はい、うん、そこ埋め切れるかどうか、チームもの名誉もかかってるしね。中日、中日、今オリックスって言うんですか。言った言ったの、言ってた、なんでなんで俺ここでオリックスなんだろうな、なんでここでよ、もうオリックスと対比するのかなとか、なんかいろいろ思ったら、なんでここでオリックス、オリックス今までオリックスのおのじも喋ってないのに、いきなりオリックスね、はい、本当もうどうもしません、中日です、はい、だからまあ中日はね、うん、まあ俺は再開予想しちゃってるけど、はい、今はね、まあ、でも最終は前日だからね、うんうん、そうですね、そういった意味ではそこをしっかり読み切ってね、はい、投手をここをしっかり作りながら打線のね、一発のこの向上力っていうのを作って勝っていくためには、その投手陣はね、非常に大事なところで、うん、まあ、そこがね、しっかり頑張りきれるかどうかはね、はい、勝負の年になるね。そうですね、いい投手陣をこう、うん、厚みをね、そう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 、はい、はい、で続いて野手、うん、野手はですね、はい、阿部です。おー、まあ、ここね、うん、昨年ちょっとね、思い通りの結果が、出なくて、打率、2割9厘、今年33歳、はい、66試合出場、うん、試合数もね、ちょっと減っちゃって、その前のね、2020年は2割5分7厘、2019年2割9分1厘とね、はい、まあ、あとこのね、監督が変わると、うん、そこにね、違う選手を入れてくるっていう、だから岡林とか、はい、石川とか、はい、そうです、うん、とかっていうね、うん、ネオとか、まあ、ネオは外野だけどね、はい、まあ、内外野含めてそういったところをやっぱ使っていきたいっていう思惑があるらしくてね、うん、はい、でもし石川がサードに来たら高橋周平がセカンド行くんちゃうかっていう話もあるし、うん、そういった、でもしくは石川がセカンドに出るんちゃうかっていうところではね、うん、まあ、ここね、しっかりまたキャンプからアピールして、うん、踏ん張りどころでね、はい、自分の定位置を守るためにもね、うん、で、まあ、もう一つの勝負どころが、はい、まあ、ネオだね。お、今何年目になりました。でまだでもそんな4年目だね。4年目か今年、はい、でもまあね、その小園が広島で頑張って、はい、で藤原っていうところでね、うん、同じ自主トレ一緒にしてるっていうところも見るけども、うん、まあ、ここね、でもライトで行くっていう話なんだけども、はい、まあ、ここでね、うん、まあ、外野に行って、まあ、内野から外野で行ったら福留と一緒だね、はい、中日で言うとね、うん、まあ、ここでしっかりやっぱバッティングがね、大事だから、うん、立浪さんが監督になって、で中村典さんもコーチになって、そこでね、一気に打撃が向上して、うん、行きやすい環境にね、はい、ネオにとってなったかもわかんないから、うん、そして今年勝負でね、パーンとできるかどうか、ここでまたね、ああまだダメやってレッテル貼られると次の人にチャンスが回ってくるだろうし、はい、で中日は外野に
ブライトと鵜飼っていうこのね2人の右をね取ってる、まあ、そこがどこまで出てくるのか、あと外国人選手は取ってないんだよね、この育成しかね、取ってないんだ、アルバレス、ガルシアっていう育成選手しか取ってないから、はい、うんうん、まあ、そういったところではまあ日本人でどうにかしていくっていうところでね、はい、まあ、この新戦力も来るけども、うん、そこを踏ん張り切れるかどうか、ここでしっかり結果を残して定位置確保することによって長くね活躍できるから、うん、そういった意味でもこのネオの頑張りっていうところもね、はい、今年勝負の年になるんじゃないのかっていう、ね、そろそろね活躍が見たいですよね、やっぱりね、そう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 、うん、そういった意味では、まあ、あとやっぱドラゴンズは打たなきゃいけないからね、はい、まあ、そこをしっかりね打撃でカバーできるようになれば、うん、強固な投手力とね打線でカバーして上位に行くだろうからね、はい、まあ、そういったところではこの阿部とかねこのネオのここの踏ん張りっていうのはね、ちょっと大きくなってくるかなっていうね、うん、ところになってくると思います、はい、で続いてはですね、ソフトバンクはねマッチだね、わあマッチか、もうだってマッチも何歳39の年、結構今マッチは38、今年39、はい、もう17年目っていうところでね、まあ昨年が115試合2割3分4厘、うん、ホームラン14本、はい、しっかり打ってるけどね、うんうん、まあ、でもまだちょっとねやっぱりマッチっていうこと考えたらみんな物足りないって思うかもわかんないけど、はい、まあ で, ね、でもサードにね、うん、リチャードとか、はい、あと栗原が来るかもわかんないし、はい、ここでねまだマッチ健在っていうところをねアピールするためには、うん、ここはねまだあのキャンプから多分張り切ってやるのはね、もう思い浮かぶけども声出して、うんうん、でもまあ勝負の年に、ね、はい、なってくるかなっていうね、まあそうですね、年齢上がってくると年々毎年毎年勝負ってね、そう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 、もううちからの時もそうだけども、はい、もうこれはもうこんなもう30後半になってきたら、うん、もう毎年勝負だからね、そうですよねそうそう、一年一年がね、うん、どこまで長く続けられるか、うん、どこまでポジション確保できるかはね、はい、それはもう全員が勝負だから、うん、そういった意味でもまだマッチをここにありっていうところをね、まあやっぱりこの福岡に圧をありでしょ、はい、まあ、まだまだね、そうですよ、うん、マッチの力強さでね、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうところもあるし、ね、雰囲気としてもやっぱマッチがいるのって大事だと思いますね、そうそう、あとはまあその、ね、チームの中でそういった若手の、ね、押し上げをまだベテランがねこうまだ生かさないように踏ん張っていくっていうのもね、うん、チーム力が上がっていくところだから、はい、ここら辺でねマッチがもっと踏ん張りながらリチャードとね、うん、活躍を押し上げて、で、まあ、マッチもまあ全試合はね体的にもきついだろうから、うん、そこをうまく併用しながら両方のね成績が上がっていくと、はい、チームのためになってくるから、うん、そういったところで一気にガラッと変えるよりもここでマッチが踏ん張るからこそ、はい、ソフトバンクのねまあ、この王者奪還というところがね現実を見てくるんで、はい、まあ、マッチの踏ん張りというところもチームの優勝には欠かせないところだし、はい、本人にとっても勝負になる年かなっていうね、うん、そうですね、はい、で続いてはですね、はい、ピッチャー大竹です、おお、大竹だからいや別に大竹だからではないんですけど、はい、大竹幸太郎投手です、ね、はい、はい、なんですけど昨年、はい、2試合先発1回、防御率 15.75、うん、で2軍では8勝3敗、防御率 3.28、 まあまあまあそこそこ頑張れてるっていうところで、緩急をね、うん、使ったピッチング育成で入団してきましたけども、まあ、そこから支配下になって、うん、次の年にはね1軍登板してるんですね、そう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 、その中で、まあ、どこまで頑張れるかっていうところだけども、うん、まあ、左もねソフトバンクあのじゃんじゃん来てるから、はい、そういった意味でもこの、 あの投手陣で言えばね、うん、まあ、昨年頑張った笠谷とかね、うん、はい、で大関っていうね、うん、左ピッチャーもどんどん一軍に出てきてる中で、はい、ここでもう一回ね踏ん張って、うん、まあ、でもホークスの中だったらそのなんかタイプが違うから俺はいいと思うのかな、剛速球派が多いけど、はい、大竹はこのなんかそんな球速速くないけど緩急で勝負していくっていうところで、まあアクセントになっていいんじゃないのかっていうところがあるけども、まあ左まだ和田がね元気でやってるし、そうですね、うん、であと左で言うと田浦投手とかじゃんじゃんこの左ピッチャーがね出てきてきてる中でここ乗り遅れるわけにいかないから、はい、そういった意味ではこの大竹選手も踏ん張ってね、うん、まあ、2軍ではねいい形でねあの結果出てきてるから、うん、それをね1軍で発揮できるかどうかキャンプオープン戦勝負だね、そうですね、しかもこう藤本さんになったってところで、そうそうそう、2軍でも見てるからね、うん、そういったところではピッチャーにいいアクセントになっていいかなっていうところと、あとはこのねもうめっちゃ取ってんのよ、はい、ホークス、ホークスだけなのよ新戦力が、2ページで足りないの、わーお、他の育成かなり取りましたよね、そうそう、そういったところでね、うん、またじゃんじゃん支配下になって入れ替わってくるわけだから、はい、うん、ここはねちょっと大竹も踏ん張りどころかなっていうところもあるし、はい、まあ、ここ頑張りをね期待したいなっていう、ね、はい、ところがあると思います、はい、さあということでね、まあホークスがね、うん、
まあ、チーム全体でどこまでね頑張れるかっていうところはね、まあ、楽しみではあるし、はい、まあ、ドラゴンズはね、まあ、両チーム監督が変わってっていうところもあるんでね、うん、そう、うん、まあ、誰が使われるかはね、はい、本当にまだ真っさらな気持ちで戦うんで、うん、あのキャンプオープン戦と注目してみてみたいですね。はい、